第10回 B&G 和光土の船結団式を行います。私は今から40何年前に、金では買えない命の取り合いをですねするということはよくないと、それは精神的に、足らないところがある。そうしてこの世の中から戦争をなくして、そうして全、人類が健康長寿幸福な一生を送るようにするには、社会は一家、人類は兄弟姉妹である。そうして、地球は宇宙船地球号であるということを社会で初めて言い出したんです。オーストラリアと日本が一体になる。そうして社会の人たちに平和で、そうして健康長寿幸福を送ってくださる機種頭持ちになってくださることをお願いを申し上げます。はい、戦場生活を通じ、海についてもう一度見つめ直し、お互いの友情と友好を築くとともに国際的視野を広げる B&G 和光土の船。第10回の今回、オーストラリアまでの第1班には全国から447名の青年とオーストラリアの若者16名が期待に胸を膨らませ参加しました。ここに第10回 B&G 和光土の船隊員として結団式を迎えることができましたことは、私たちにとりまして大きな喜びであり誇りであります。このような素晴らしい体験公開の機会を与えてくださいました B&G 財団笹川会長をはじめ、モーターボート関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。希望に燃える463名の団員を乗せた第10回 B&G 和光土の船は、家族や関係者の見送りを受け、正午、大きな希望を満杯に晴海ふ頭を出港、一路オーストラリアに向かいました。ハンセン病撲滅に自らの命を懸け、青少年育成にたゆまぬ努力を続ける笹川会長。世界の人々の健康を願い、恒久的平和を目指し、地球を舞台に活躍する笹川会長の大いなる日々は今日も続く。